枠が取れたよ。高人、うん、これで切ったかな。転送速度は、お、うん、うん、微妙、200から300の間ぐらい。いらっしゃいませ。うん、 OK で、うん、あ、トイレ行ってました。さっきですね、あ、そうだ、その暴走中また言われた。もう10回超えたと思う、多分。暴走してるわ、10回超えたと思う。よっと。で、ちょっと待ってください。多分今ここまた死んでますよね、おそらくは。今ここ落として。三島のトイレはよく使う。あ、三島のご存知で。さっき結構すごいダートでした。土地の林道は高子林道で、いらっしゃいませ。途中で尿意を催してきましてですね、で、最終的な最終手段に出る前になんとかトイレにたどり着きました。途中の商店でトイレ、買い物ついでにトイレ借りようと思って入ったら、明らかになんか家の中にこたつが置いてあるところに上がり込まなきゃいけなさそうだったんで、近くにトイレありますかねって控えめに聞いてみたら、その下の道をまっすぐ行って床屋さんの先にあるって言われて、で、着いたのがここです。コアラのマーチによる、コアラのマーチを支払って情報を買いました。うん。しかしコアラのマーチって、これはどこら辺がベストセラーの秘密なんだろうか。じゃあコアラの町独特の美味しさっていうのがよくわかんないんですよ。昔なんかよく似た感じでパックンチョっていうのもありましたよね。ん？公園、ん？公園のなんて。当たりのコアラがあるんでしょ？ああ、そういうのありましたっけ？で、今ようやく尿意から開発されまして、ん？腰何？で、この水は三島湖っていうんですね、三島ダムで。で、さっき録画だけしてる時にも言ったんですけど、秩父の方の鎌北湖っていう、秩父じゃないかな、あそこは。秩父の手前か。鎌北湖っていう人造湖とよく似てます。まず釣り客が多くて、あと今からお見せする、なんていうのかな、水の流れ道の作りが、今再開しました。鎌が来たのか。鎌来た。あれはもともと、どういう、とこから来てる名前かな。ほら、この通り。ちょっとダム穴っぽい恐怖を感じますよ、これは。見えますか？ダムの出口がこうなってます。まあ、園庭っちゃ園庭なんでしょうけどね。見える範囲にこんだけ全部見えてるのが怖いんですよね。湖のヘリっこっていうのは端っこが、直に水が溢れて流れ落ちる形式になってます。で、滑り落ちたらもう絶対にこれ流されるっていう作りになってるところがダム穴と少し似てるんですよね。流し方が。すごい、怖いですよね、結構。で、おっと、今のちょっと車の。大した勢いじゃないように見えるけど、実際はすごいんだろうな。これ、まあ、落ちたら大変でしょうね。で、向こうの方に古い橋があるな。こんにちは。こんにちは。で、ここから今日3つ目の最後の林道行きます。で、また電波なくなると思いますけどね。で、この辺りで昼ご飯、最初の計画だと昼ご飯この辺りで探そうと思ってたんですけど、かなり厳しそう。
民家はあるけど商店ぐらいしかないですね。まあでもあと 山崎もあったから食べ物には困らないですけどね。アーチの温水もいいけど腰流もいい。うん、腰流っていうんですかこういうのは。腰流で向こうであのボートで釣りしてる人たちがいます。さて引き返して林道に入るか。なんかここの林道変な入り口になってます。越流、あ、越えるの腰か。越流。コーヒータイムしましょうよ。なるほど、うん、あ、コーヒー。あ、そっか。コーヒータイムか。コーヒー飲むだけで水残ってるかな。だったら山崎でコーヒーの、まあドリップなり、インスタントなり買ってこれますね。この戻る途中にさっき山崎あったんで、ちょっとじゃあコーヒー探してこようかな。コーヒーとコアラのマーチ。コアラのマーチにはコーヒーかな、紅茶かな。はこれ。あ、この山崎は少し大きい。食わないか。ん？蛍光灯はついてますよね。ルートの途中にある金山だけもこんな感じの腰湯だ。金山、へえ。え、今日これから先まだ。ありますかね。ちょっと行ってきます。コーヒー探してくる。陛下でもコーヒー買った方が良かったかな。コーヒーが瓶タイプのゴールドブレンドで700円ぐらいで、でこのリプトンが25パック350円だったんで思わず安い方買ってしまった。まあどっかお湯沸かすのに都合がいい場所があったらそこで入れましょうかね。そう、紅茶をよく考えたらコップないな。直に湯沸かしの鍋の中で飲まなきゃいけない。お湯は、いや、お湯は別に沸かそうと思ってるんですよ。よく考えたら今回どうせ紙パックの茶見つからないだろうと思って紙コップ。うん、マウンテンやめましたってもう半年経ってますよ。ですね、今年のゴールデンウィークにマウンテンのフレームにひびが入ってるのが分かって、もうギチギチなってたんですよ。きしむ音がすごくて。で、鍋で飲むんですね。鍋で飲むしかないですね。口つけられるまで時間かかるな。口つけられるようになるまで。
ワイルドにやるしかないですね。本当に使うかどうかはちょっと分かんないけど。そう、島戸城号は。島戸城号は淡路島で蹴った。そう、淡路島で、あの時本当に俺、あの途中で故障というか、本当に大破しなくてよかった。フレームがポッキリとかいかなくてよかった。で、今乗ってるのは糸トンボ号、かっこ仮称ですけどね。お、こんにちは。まあ、マウンテンに比べればフレーム 細めだから、糸トンボ号、相対的な糸トンボ号かな。しかし、色的にはタキオンの 3.0 っていうのが欲しかった。したのは、そうそう、あ、会社で、私はそういうのに対して、うかつなことは言えないので、何も言いません。うかつなことは言わないぜ。焼き芋か。こんなところで焼き芋屋さん通りかかったら思わず買っちゃいますね。でも焼き芋はなんかどのぐらい値段がするかがいまいち分かりづらいんで。そう、チタンフレームのマウンテンバイクにひび入っちゃったんですよ。何がきっかけか分かんないんですが、今はまあまあ日は照ったり照らなかったりで、まだ暖かくはなってないです。アドバイス、じゃあ、旅行に出て忘れる。お、スポーツ広場に向かう道なのか、これ。ダウンヒル？いや、ダウンヒルみたいな使い方もしてなかったんですけどね。やはりセンス渋いっすね。渋いっす。私、あの、ビアンキのあの、緑色が若干苦手で。よく見たらすごいとこにありますよ、この先のスポーツ広場。ほら、本当に、これ、この橋以外に渡る場所ないんだ、この、清和県民の森スポーツ広場島。本当に島ですよ、これ。いや、乗り継ぎ、まあ10年ぐらい乗ってたけど。というわけで、一応、中見るわけじゃないんですけどね。私はこっちの林道に、なんか親子連れの人たちが。この林道、本当変なとこ行くよな。電話はスマホで、スマホでやってます。そもそも私ほとんど電話してないし、電話するような人いないし。ミステリー。本当にことになると思いますけどね。ただ川だからまあ、渡れないってことはないでしょうね。そう、電話するような人は私はいません。だから、通話のプランも一番、最低料金が低くて、単価高いやつ。時間あたりの、通話料金が高いやつ。ああ、両親はたまに電波じゃない。電話しますね。なんか日は照ってるけど、あんまり暖かくないな。あなたたちとは電話は。でも、電話でなんとか助けられてますね、放送中も。クリスマスの予定は、クリスマスの予定というキーワードが存在することは許せん。携帯電話の、ああ、今は一時的に安いんですよ。ドコモの方が、今いくらだっけ？ドコモの方が2、3000円ぐらいかな。で、au の、今 iPhone が au なんですけど、au の方はもう確か2000円台なんですが、ただ、こんにちは。au の方は、最初に端末代8万円をバーンと払ったんで安いんですよね。安いというか、月々にその、分割分が入ってないんです。あ、スカイプ使わないですね。ともえ？スカイプで使っては親戚のおじさん一人いますけどね。でも、うちの実家全然。うはくふむ。そうそう、正月。正月はなんか、もともと日本で祝ってたから許せるが、クリスマスはなぁ、なんかなぁ、12月に入ったらもうクリスマス一色っていうのが、
あまりにも商業的すぎて苦手な感じです、私は。釣り趣味を始めたらどうか。釣り趣味か。なんか一生楽しみたいんだったら釣りを覚えるっていう格言ですか、あれは何ですか。格言。まあスリックタイヤというか、これクロスバイクですからね、基本ブロックタイヤではないです。あなたが、経済が、そうだよな。原宿表参道、前カッポしたことあります。カッポしたさ。子供が高価なものをねだるためです。クリスマスはなんか一人で過ごすとえって言われるのが許せいか楽。ちょっと、そうそう、クリスマス一人で過ごしてると何か言われるって、それもそうそう、私はそれですね、どちらかっていうと。まあ選挙行かないことは自慢できないけど、クリスマス一人で過ごしてることに対してどうこう言うっていうのは、どうこう言うっていうのは、ああ、なんかうまく表現できないな。どこ中、おもちゃのアニメはタマコマーケットと言います。ちょっと待って、おもちゃのアニメって何ですか。おもちゃのアニメ、それはお餅メインなんですかね、本当に。メインじゃないにしても、お餅ネタがたくさんあるんだったらそれ見たいな。ワイルドだろう。お餅アニメ、それはネタじゃなくて本当にお餅アニメなんですか。あそこだ、林道入り口、すごいな。ノンノが1980年代に作り出した悪臭お餅屋さんのアニメです。マジでお餅屋さんですか。それに似てる、ね、おもちゃ屋さんじゃないですよね、お餅屋さんですよね。それはチェックしなきゃいかんな。ちょっと帰ったら多分覚えてるだろうからチェックします。クリスマスに一人なのに彼女とデートと勝っていじめられます。お餅です。彼女デート、いじめられます。本当にお餅なんだ、それを見てみたいです。どうなんだろうな、あの一関市お餅、あの一関市餅サミットに出場するのが夢とか、なんかそういう、それはまあいいか、そんなネタはいいんだけど。甘いもの、さっきあのコアラのマーチ食べました。コアラのマーチをあの頭からいてやりました。これか林道入り口。お、いいとこだ。で、入り口に釣り具屋さんっていうか釣り船屋さんがあるんですね。しかし向こうにも車止まってる。子供の頃、庭にもみの木が3本くらい大きくなってもいいって。ん？もみの木？よく聞いて。違う違う。ところで、さっき私あの独り言言いながら配信、あ、そうか、ちょっとトンネルの中だとダメか。ちょっとトンネル抜けたから聞こう。こういう素彫りのトンネルがあって、マウンテンバイクは今フレーム破断して、破断というかひび入って、永眠してます。部屋でわーわー言いますよね。わーわー、自分が声出すってことですかね。またトンネルだ。ディンディン、水の垂れ方が、バッティングですか。あれ、まだ繋がってんのかな、電波。うわ、なんかすごい。もっと高い自転車買うと思ったんだけど、なんで安いの買ったんでいか。安いの、高いのは必要なかったから。高いの乗ってるのは少し恥ずかしいのもあった。あとはすぐに欲しかったからかな。今向こう抜けてなかったか。あ、やっぱ抜けてる。
向こうに出口がある。しかしこれ張っていって抜けられるかどうかって感じだな。なんとか青っぽい出口が見えるようになった。なんか怖いなこれ。2時41分41、42、43、44、45。一応さっきのこの GoPro3 の録画がうまくできなくなった状況を口で説明しとくかな。ちょっと メモしたりする時間ないんで。さっきふと状況を確認しようと思ってデジカメ画面の裏面の反射で GoPro の状態見てみたら、赤ランプと青ランプ、無線の青ランプとか両方ついてる、点灯じゃなくて点滅じゃなくて点灯の状態になってて、で、画面は録画した時間数と残り時間が下に出てるような状態でした。つまり録画が終了した後みたいな画面なんですけど、どのボタンを押しても何の反応もなくて、で、外部からの給電ケーブルを抜いたら何か変化があったんですけど、どう変化したかよく覚えてないです。で、その後は給電した状態、まずその充電ほとんどできてないんで給電しないと電源入らなくて、でまず給電しようと思って電源切れた状態で USB ケーブルつなぐと赤ライトがついて充電中の状態になって、でそこからモードボタン、電源オンボタンを押すとピッピッピッとまず3回鳴って、なぜか1回だけ無線の青ランプがついて、でその後画面は映像録画モードっていうビデオカメラのマークが出るんですけど、そこでハングしてしまって、どのボタンを押しても電源ボタン長押ししても反応ありませんでした。で給電ケーブルを抜くと電源切れると、で何回やってもその状態で、でそこからしばらく充電状態で 1,2 分経ったせいなのか、あるいはメディアの残りが少ないんで、それでも1時間以上残ってるんですけどね、そのメディアのを空のメディアに交換して立ち上げたら普通に立ち上がりました。で今充電こうやって録画できてます。できてるような、できてる。なんかこのメディアの残りが少ないとおかしくなるのか、それかあと気温が低いからとか、なんかずっと使ってると、多分これ今9時スタートだったから5、6時間経った頃に
止まってしまっているような気がします。先週使った時もそうだった。あの夕方頃いつの間にか録画が止まっていて、まさかメディアの問題じゃないだろうな。というわけで音もせずに止まってしまうんで、ハングしてしまうんで非常によろしくないです。ファームが修正されるの待つか、メディアの問題かどうか切り分けるか。家で一遍録画状態で放置してみるかな。そしたらどこで止まるか、メディアによるかもはっきり分かる。これは東屋か。すごいな。やった、屋根だけだな。何のためも何のための施設だったのか。これは登ると、ん、これもなんか別のところに通じてる。これトンネル回路とかじゃないな。危ない危ない。あ、別にトンネルがある。この辺りすごいな。よっと、違い登るのか。いや、あれまた別の道だ。この辺分岐すごい。東山線か東山線か、高山線か。
登り角誰かよくわからんな。名前書いてない。これ。間違ってないよな、これ。もうちょい上かな。このもんか。うん。これで行きましたか。あ、そう、鎌川道路です。あ、もしかして今ここ出てますかね。チョリス。チョリス。お、いい感じだ。電波 OK ですね。すみません、さっき奥込林道かなんか、その最後の林道に入ったあたりから全く電波なくて、ツイッターで一文章送るのもできなかったです。金山ってどこですかね。途中通ってきたかな。ダムは見なかったと思いますけどね。お、いらっしゃいませ。今ここ出てますか。多分途中で切れたから今出てないと思うんですよ。なので出しますよ。野宿はもう寒い時はしない。風。風。あ、それたところ。あ、そうだ。あとこっちで地図見とこう。こっちはまだ iPhone4 の、iOS の5だっけ4だっけ、古いやつなんで Google マップがまだ使えます。こっちの方が100倍見やすいわ。途中の、あ、これか。あ、オフにしてたかな。なんかオフにしてたっけ。なるほど、途中分かれ道があるんですね。まあ時間もあるからやってみようかな。でも電波ないかも。あとどんだけ登るんだろうな、これ。ちょっと航空写真で。この電波の薄さが暴走クオリティ。あ、今薄いですか？今ここに登場。うん、今ここ出ましたよね。うん、ちょっと紅茶沸かしてる余裕というか、紅茶入る前にコーラの街がなくなりそう。うん。残念。なのでこの古い iPhone4 の方は
もう OS 上げずにしばらく使おうと思ってます。もしかして iTunes が対応しなくなったのかな。まあでも地図のために古い OS で使う。ああ、やっぱ下ると寒いな。今6用の Google マップ出たよね。うん、ああ6用のアプリとしてですよね。お、来た。あれ登ってる。鴨川有料道路でございます。自転車確か20円だったかな。そんぐらいじゃなかったっけ。あ、やっぱり20円だ。チョコ？この有料道路は自転車 OK です。ほら、一番左に自転車専用レーンがある。まあだからといって、あの気持ちいい道かというと別にそんなことないんですけどね。うん、自転車通れます。20円。別にこれ自転車用のレーンがあるわけじゃないんですよ、あの道としては。私が前通った時はそうだった。で、20円は小銭はねえよ。603円しかねえよ。で、両替するところもないし、ねえよ。ジャンキー形式になってたりはしないんだろうな、きっと。やっぱり釣りはいらん。お、すごいな、あれ。あれプリウスですかね。今のアイドリング時のいかにも電気的な音で、あの電気的な駆動がしてた。なんか風ひーとかいう音出してましたよ。募金箱方式です。ああ、往復で。今の音で100円って分かりますか。うん、あと4回。そう、6回回数券とかでお願いします。確かですね、ここって自転車の回数券もあってお、いらっしゃいませ。鴨川有料道路です。こんな感じ。あ、一番右の方、あれ自転車通れるのかな、違うかな。お願い事すれば叶うはず。どうせお金ないわけじゃないけど、うん、どういうの負けた気がする。負けた、うん。途中で自販機使ったのは？ん？自販機でちょうど20円小銭使ったんですよ。で、その後も紅茶で320円で20円使って、今100円、500円、3円の状態でした。その100円、500円、3円の中でどれを払うか。近道っていうか、確か、あの、鴨川に抜ける道、これしかないはずなんですよ。第33くらいにしました。なんか焦げるっぽい匂いがするな。プラスチックが焦げる匂い、焼ける匂い。で、さっき途中通ってきた奥込林道かなんだかのあたりもいい感じの道でしたよ。ただ分岐が多くて、あのちゃんとした地図とか GPS がないと、私なんかだと絶対迷う。いや、凍ってはいないです。油ってその焦げる匂いのことか。うん、確かに何か焼き付いてるような感じの匂いでもあるな。機密方面410。ゴルフ場、ゴルフ場多いんですよね、こっち。ファンクラッチ、ああ、車がそういう匂い残してたってことですかね。これ左側のちょっと光ってるところはただ水たまりがあるだけです。まだ全然そこまで寒くない。林道はなかなか面白かったです。途中のあの高子林道ってところ、なかなか歯応えありましたよ。ダートの上に昨日の雨でぬかるんでた。
あ、鴨川市入り。うん、ゴルフ場すごいですよね、あの景色。そんな儲かるもんかな。お、うこそ鴨川、ようこそ鴨川。お、地元。今から鴨川におりますよ。鴨川まで行ってさらに南下して太海まで行きます。太海の民宿泊まり、あの湯本の多分、うん、路上ですよね。あ、自転車乗りだ。カーサイか、車に自転車も積んできて。こんにちは。お、こんにちは。なんかメンテしてますね。あ、そうそう、さっき、まあ放送とあんま関係ないんですけど、 GoPro の、うん、桃園県、GoPro がですね、あ、また止まったか。ちょっと、宇宙人も遊びに来るところか。あ、止まってる。民宿って空いてるんですね。うん、民宿あります。ちょっと待った、 GoPro 止まってるよ。あ、10分、あそこから10分しか撮れてないのか。 GoPro3 はですね、どうもハングしやすいです。今 GoPro が何をしても反応しない状態。この青い点滅見えますかね、チカチカ光ってるの。これ Wi-Fi がオンの状態を示す青ライトだと思うんですけど、オンにしてないよ、そんなの。間違ってもしてないよ。で、この状態でですね、どのボタンを押しても多分電源ボタン長押ししても効かないよ。うん、何も反応しないで、ちょっと待ってください。この状態をってことはメディア交換してもダメだったから、メディアの問題じゃないな。よっと、どういう表示かっていうの、これ。入れといて、どうもなんか外部給電と連動して変な動きをしているような感じがする。よいしょ。すいません、放送とは関係ないんですけどね。で、これで電源入れるとピピピッとなって、電気製品は寒さに弱い。切れた。ちゃんと髭剃ってるんだな。もう壊したの？ん？動きが怪しいんですよ。ダメだ、電源入らない。なんだろうな、これ充電しっぱなしのはずなのに充電できてなくて、大元のバッテリー外部給電が切れるといきなり落ちちゃうんですよ。じゃあしばらく充電しとっか。じゃあもうここは GoPro 録画なしで、まあどうせ林道じゃないし。というわけで、すいません、 GoPro の方が今うまくできない状態なんで、しばらく時間を取ってしまいました。これファームアップでなんとかなるのか、なるのかな。寒さで起きることもあるよね。寒さで、でもそこまでの寒さじゃないと思うんですよね。で、これ先週入山峠で使った時にも同じように、途中で表示がおかしくなって、何をしても反応しない状態でした。もう夕方、日暮れまであと1時間15分ある。GoPro 2持ってきとくかな。 GoPro Hero 2今回持ってこなかったけど、金山ダム一応行ってみるかな。
西最新は他のお客さんがいるかどうか次第ですね。まあ私一人だったら、でもさすがに誰かいるかな。今日は鴨川の日、ちょっと南側に太見っていう町の小原荘っていう民宿です。ひらがなの小原。去年この近くに来てライターハウス泊まった時にお風呂だけ入りに行ったとこです。こんな分岐なのか。まさかもう一遍入る時にお金払わなきゃいけないとかないですよね。うん、民宿でご飯頼んでます。多分食い切れない量が出ると思うからあまり無理したくないんだけどな。沖縄27日からです。木曜か。ん、いや、よしなんとかじゃなくて小原荘ってとこです。何が重いになるタイプ。たくさん食べてね。たくさん、いや、あんまり食べると今私は体重超過してるので平均よりも。晩ご飯は何かな。晩ご飯は魚系ですね。金山ダムは千葉でも有名なデルスポットです。デルスポットか。デルスポット、あのデル、DELL じゃなくて。で、これはこれ君津駅の近くでも見た。たくさん食べて大きくなるのよ。中の運転手さんがいないな。晩ご飯は6時か7時ぐらいじゃないですかね。運転手さんいない。でも、あ、中で寝てる。よかった、追い出さなくて、気づかれなくて。出た？危ねえな、寝るな、うん、寝てました。起こしちゃダメ、バス停、わらわら。あれ、どうなんでしょうね。駐車違反なんですか、あれは。てか、こっちに来る人あんまりいないだろうからな。山菜か。止めちゃってさ、わら。ちゃってさ。どこの言葉ですか、それ。なんとかちゃってさっていうのは古い漫画の中で出てきたことあるな。眠れて、そうですね。私は本当にそれを痛感します。今日も眠くなりましたから。幸いあの後でちゃんぽん作って食ったら、その後眠気は再発してないです。ちゃんぽんのおかげだ。どうしても、いや、どうですかね、あれは。おお、すごい。一体今どれだけ前から走って。あ、こんにちは。おお、すごいですね。お、鴨川山荘。これって普通の民宿なのかな。猛犬って書いてある通りの犬だった。柵がなかったら殺されていた。あ、電波ダメですか。どうだろう、もうそろそろ GoPro はできるようになったかな。試してみるか。と、両剣、いや、安定のワンワンを。わらわら。お、猛犬、いつもめっちゃ吠えられるね。吠えられますね。お、なんだこりゃ。このマーク何なんだ。金山ダム見に行くの。ダム見に行こうと思ってます。何だろうこれ。GoPro に見たことない映画。確かこれ今日他のタイミングでも出たな。丸 OK と書いて、で右上にオートバイのか自転車かの絵のマークが出てるって、なんだこれ。ん？何だろう。一応できるようになったのかな。はい。スタートできた。不安定だな、もう。何してたの？不安定だ。GoPro3 が不安定だ。よっ。
3時18分51、52、53、54、55、56と。うん、電波ダメですかね。2つ乗せる。うん。企画のためにそれやってみたいんですけどね、さすがに重いと思う。ずっと待ってたのに寝ちゃったじゃないか。ん？寝ちゃった。ダムのカレンダーにも使われた綺麗な橋。ダム、へえ、橋ですか。多分最後ちょっと登らなきゃいけないんですよね。てか日陰寒い。あ、そうそう、 GoPro の動画の方に向かって一応説明すると、さっきまで GoPro が録画できませんでした。なんか給電し続けてるはずなのに消耗し、電池切れちゃって、で切れてしまうと充電中の状態でも充電中の状態でも録画スタートできない。充電したまましばらく放っとくとできるみたいですけど、多分またおかしくなる。また宿取ってる人か。あなたもなんか個性が出てきましたね。宿取る人とうんこの人とあと誰がいたっけ。秦野さんファンの人もいるな。あー、こんなとこにも民家が。GoPro の録画っていうのは放送とは別にビデオカメラ頭にくっつけて撮ってるんですよ。小さいカメラ使って。うわ、こんにちは。 GoPro3 はハンドルで撮影とか。 GoPro3 はヘルメットに一緒に載せてますけどね。僕も実家富なんていたら猫ってお菓子持って行きたかったな。お菓子、自転車紹介と。ヤギがこっちを見ている。ユートルダス、ん？すみません。どういうことですか、今の。ヤギがまっすぐこっちを見ている。これ以上入ったらもう、雪すぎ？あ、ほんとだ。行き過ぎてる。ショック。といってもそんな行き過ぎてないな。よかった。だいぶ行き過ぎたらもう諦めても、下ってしまうかと思った。鴨川ありき。鴨川のアニメって どこのことですかね。大洗のアニメなら知ってるんだけど。ヤギがまっすぐこっち、まだこっち見てる。あとなんか四角い枠の中に入ってる。ああ、キートルダーか、イントルーダーの人か。うん、ここは店か。すぐそこでしたね。よかった、気がついて。ありがとうございます、教えてもらって。これは店っていうかギャラリーか、なんかそんな。いや、蕎麦屋さんだ。すごいな。一応記録のために写真撮っとくか。ヤギが突進してくるよ。突進してくる。ラグラン。ラグラン。店の名前ですかね、ラグランは。ラグランジュポイント的な。宇宙人が来たるアニメ、なんだろう。火星って書いてありますね。年越しそばで蕎麦屋行列ありましたね。蕎麦屋行列、ああ。年越し蕎麦屋行列、どこの話だっけ。蕎麦屋さんに日光で行った時、150へのレス K2 さんと行った時の話じゃないよな。放送してなかったし。鴨川は行かれませんって表現ちょっと。で、これか、ダムで売ってる割に全然表示ないんですけど。写真許可取らないと、ここです。ここですね。なんだ今の。今の曲は。あ、トンネル通過。録画まだできてるな。でもどうせまたすぐ止まるんだろうな。
ダムカード集めてないんですよね。しかしこれダムへのアクセスの道にしてはえらい狭いですね。案内もないし見落としやすすぎる。前行った時は小さな看板があったよ、あ、看板が。なんか変な SE 流れた。 SE なんか流れましたね。金山城市まであるのか。走ると自動で録画されるの？走ると、いや、そうではないです。ボタンを押す必要あり。青空カラオケ、青空カラオケ、あ、カラオケ。これも競馬場。これ右ですね。城跡はこれ どこにあるんだろう。管理人さえいないから、まあとりあえずダムかな。ダムダムってメーカーまだあるんですかね。昔あったような。狭いですよね。うん。バス釣りの人がいるかな。バス釣りっていうのはダムですか。いろいろ放置しっぱなしって印象。放置。そこトンネルだよ。トンネルです。トンネル抜けた先がダムの園庭につながってるのかな。トンネルなんか出そうだね。トンネルは出そうってよく言われますね。皆さんそうおっしゃいます。それで隠し撮りもできるわけですね。なるほど。どれで？トンネル2本抜けてダムみたいですね。まだあるのかトンネル。あそこですね、ダムの園庭は。で、なんか、なんとかにも使われてる、写真が使われてるっていう、橋っていうのは橋っていうのはどこにあるんだ。このトンネル結構出ることで有名かと。トンネルを抜けると、ダムはカラオケでしょ。まだメーカーあるよ。安全のトンネル。あ、まだある。車は交互通行かな。電波復活できないんじゃないのかな。次のトンネルだった。有馬記念出走。興味ないけど。有馬記念次のトンネルが出るトンネルか。こんな狭いトンネル出るにしたって幽霊の生息領域狭すぎでしょう。船なんとか随道。植物で隠れて見えない。あ、走ってこれか。電波たひりそう。ダメっぽいですかね。おお。ダム前のトンネルはどこも出るって言われるね。おお。あそこやだ。この橋ですかね。その、出るじゃなくて、なんだっけ、写真が使われてるというのは木製か。その足元が。次のトンネルもひどいから気をつけて。今のトンネルですか。いや、そうでもなかったような人いる。残り3分くらいです。あ、なるほど、これか。これなかなかですね。足元が木製。やった。ああ、うん、ああ、本当だ。ヘリから流れ出してる。越流ってやつでしたよね。ダムの奥に橋あるよ。その奥に登山道がある。奥にまだ奥があるのか。どこまで行った方がいいのかな。奥ってどこ？高海フラワー磯釣りセンターって今もあるのかな？高海フラワー釣りセンター、なんとか釣りセンターですね。よっと。登山道は無飛ぶで楽しいです。無飛ぶで。こっから先道乗ってないですよ。
ゴールドシップ、あれはなんか浄化装置のやつかな。よっと、見えますかね、あれ。このぐらいの高さだったらいいのかな、 GoPro、 あのヘルメット的には。映像いってないか。ああ、この先行けないですね。月が映ってる。出てもいいじゃないですか、わら。出ても、トンネルがあるたびに出る出る言う人が必ずいるね。いますね。そんなに出したいのか。出せばいいじゃないか。出るとしたら蛇とかタヌキとかかな。猿もいるんだっけか。猿もいますね、こっちの方。ではトンネルじゃないけど音はトンネル。ちょっと待って、すごいラグだな。まともに受け答えできない。じゃあ引き返す。お疲れ様でした。お疲れ様です。終わりか。なんかエロい。あ、もしかしたらダムの奥に橋があるってこれのことだったのかな。ラグがものすごくあったから。この橋が見えてんのに、あ、今ジェイジさんかな、いらっしゃいませ。ここまで車で来た、おつー。あ、車で。確かに S 流のダムですね。お疲れ様です。拾えなかったらここで紅茶沸かしてもよかったかもしれないな。お疲れ様です。随道、ちょっと待った、どこまでラグがある。じゃあさっきの入り口のところまで戻ってからまた枠取ろうかな。待てよ、あの園庭は なんだっけ。園庭っていうかあれか、向こう側の斜面なだけなのか。走った、足元は地球、おつ。走った、古い。 2,3 分引き返します。終了した。もう下まで戻ってからしよう、次枠は。あ、そうだ、 GoPro 撮れてるだろうな、今の。よし、困るなこれ。給電状態で使うなってことかもしれないけど、もしかしたら。でもそれだったら私の用途に合わないな。だったら GoPro で撮り、 GoPro2 で撮り続けるかな。そうだ、お城行ってみるか。あんのかな。ないか。なんかこの先に道がごちゃごちゃした部分がある。普通の集落かな。特に城跡があるわけでもないかな。
ちょっとだけ登ってみるか。またさっき止まったので、あそこはほんのちょっと先まで行ってから引き返してきました。3時40分49、50、51、52、53。もうこのゴブロスリーの不安定さ勘弁してほしいです。なんか動き見てると今度はしばらくプラスマーク、丸にプラスマークの右上に、動画ファイルみたいなアイコンが表示される、重ね合わせた絵が出てきて、しばらくすると丸の中がプラスから OK になって、で、モードボタンかシャッターボタンを押すと、初期状態、初期状態というか、録画可能状態になるっていう、何かチェックしてんのかな。となると、メディア自体との、メディア全体との問題なのかもしれない。しかし不安定すぎる。で、確かさっき電波があったとこまで戻ってきたんで、あとはそこにワンちゃんが。人が飼ってる犬を指す言葉としてワンちゃん以外なんかないのかな。犬っていうとなんか失礼な感じだし、ワンちゃんっていうと過剰に赤ちゃん言葉じゃないけど、なんかそういう方面の恥ずかしさがある。枠が取れたよ。あと50分か。駒川までどのぐらいかかるかな。まだ10キロどころじゃないか。うわ、ん、違う、そうか。こっから10キロ、15キロぐらいか。結構あるな。コピーして、そしてスタート。キャーイケメンはコツ来てますかね。ふう、電波さっきさっきのダムのとこでラグが 2,3 分ありました。3分以上あったかもしれない。今これで、大丈夫ですね。電波悪いとこ多いです今日は。まあ分かってたけど。向こうでバンの中に犬がいるの見えますかね。 SE のところかな。 SE 前のが秘密基地ですか。前のはバンの後ろがですね、犬小屋の一部になってるみたいです。毛布の上ではなんかワンちゃんが、白いでっかい犬がくつろいでます。遠すぎに見えませんかね。あれはさすがに。こっちを見てるんですか。こっちを見てます。個人宅なの。個人宅なんか、すいません、犬が可愛かったんで勝手に写してます。犬が可愛かったんでっていうと、なんか許せそうな感じになりませんかね。そう、かなり大きいですね。ラブラドールの盲導犬ぐらいのサイズあります。よっと。さて、ダムで、あ、してないです。 GoPro 用、 GoPro 用って、で GoPro 止まりまくってますよ、またさっきからこの野郎は。可愛いならしょうがない。あ、また別の犬がいるんだ。で、そっちは吠えるのか。充電できて、あ、充電じゃない、録画ができてるな。
英語、あ、ちょっと英単語、長い英単語入れるとですね、あ、またヤギが、そう、外に出てる。パノラマ写真は今回一遍も撮ってないですね。ヤギが振り返ってこっちを見ている。GoPro で、今日はですね、GoPro 止まってる時間結構あります。さっきハングしたのとはまた違う現象が起きました。射撃音は聞こえてないです。なんか GoPro をですね、足し上げるとっていうか、残り時間6時間ぐらい残時間あるって出てるのに、メディアの残量が。なのに、真ん中にでっかくフルって表示されて止まってしまったりですね、わけわかんないです。で、その後、電源切って足し上げ直したら、左下に丸にプラスマークが出てきて、右上になんかバイクか自転車かの絵が描かれてるファイルのアイコンが出てきて、で、しばらくするとその丸にプラスが丸に OK に変わるんですよ。で、そこから、どれかのボタンを押すと通常の録画可能状態になる。あのアイコンの意味がわからないですよね。うん、GoPro まだ不安定っぽいです。使い方はそんな悪いとは思えないんだけどな。GoPro2 使ってる分には全然この辺りの話は出なかったんで。答えの不要では？うん、答えなのかもしれないですね。だとすると、説明がすげえ難しい。ただ、私はヨドバシから買ったんで、修理とか出すのは簡単です。ちゃんとヨドバシが対応してくれるはず。海外通販で買ったり、直販で買ったりしたら、結構面倒になるんじゃないかな。というわけで、次回は GoPro2 使おうかなとか思ってしまってます。ツンツンってことは、もっと GoPro 構ってあげないといけない。構ってあげないと。アップデートはですね、1回もうすでにやってます。それで、iPhone とかと連携できるようになるんですけどね。それが原因ってことないだろうな、まさか。あ、1つ、あー、なるほど。あー、それはまあ、ただどっちもに給電、外部給電しなきゃいけなくなるんで、ハンドルマウントはハンドルのところにモバイルブースターかなんかつける手ではありますね。沖縄行く前に分かってよかったですね。分かって、そうですね。そうかな、沖縄は GoPro2 にするかな、それか両方持っていくか。編集も倍になる、わらわら。編集もそうですね。こんにちは。振動による誤作動ですか。鴨川、あれ、鴨川駅まで 3.5 キロ、嘘。ここから鴨川駅まで 3.5 キロしかないですか。ですね、確か宿まで15キロぐらいあると思ったんですけどね。うん、鴨川駅まで 3.5 キロってことはないよ。そんなことはないよ。ロープスに入れて本体が軽いのと、同じ解像度設定でも解像感が上な感じに見えました。比較動画見ると。その他に期待してましたけどね。マクドが 3.5 キロで、もしかしたら駅よりもだいぶ手前にあるのかな。駅のそばとか書いてるけど。山道。暴走中年。中年が暴走にいるだけです。あと中年というのもそろそろやばくなってきました。昔の基準で言うと40歳以上が初老なんだそうです。ああ、だいぶ気温下がってきた。日暮れまであと、あと、40分、うん、田舎で言う。あと日暮れまで40分があるんですけども、山のせいで、日が暮れかけてますね。ちょっと、グローブ指切りから指ありに変更。なんだこりゃ。シャローン。髭。髪の毛の白がだいぶ増えてきましたよ。早いですね。寒気に、ああ、そこまでまだないかな。スケさんいらっしゃいませ。蕎麦屋か。小籠包。よし。抜くとダメなんですか。私は出っ張ってる、ピッと出っ張ってる白髪は好きなだけ抜いてますけど。
またこいつ出っ張ってきやがってと思って抜いてますけど、ダメなんですかあれ。白髪抜くと一体どんな悪い効果が。毛根ですか。モータルコンバットが。もみあげに。薄く、そう、薄くなる方向もあるんですよね。で、薄くなる方はなんか社会的に偉くバカにされることがあるから、結構ほら、ソフトバンクの件でも。モータルコンバット、すみません。なんで美的感覚で髪の毛が薄いとかハゲてる状態っていうのはあんなに評価下がるのかな。さすがにこの道はいいでしょうね。またあんたか、また悲しいくらいの人か。あなたももう ちゃんのスイーツ。ふとみフラワーセンターまで10キロ。ふとみフラワーセンターってどこだっけな。この放送はブラジルでは、ああそういう価値観もあるんだな。テザリングの違いは、テザリング元がポタファイを使えばそれだけに特化してるんで、電池が持ちがいいとかはないのかな。特にダイハード5であるんですよ。ダイハード5、2までは知ってる。確か飛行、空港使う、空港のやつが2でしたよね。覚えてもらいたいのであります。悪い印象 で覚えますよそれだと。やたら同じことを毎回やってると。まあでもいい印象になることもありますね。なかなか難しい。知的な人って言ってあげてよ。知的な人、知的。お、まだありますね。フラワー磯釣りセンターが。フラワー磯釣りセンター。親子でテロと戦うんですよ。お、親子で。あれ、ダイハードの人のブルース・ウィリスが役をやってる主人公の名前覚えてないや。うん、あ、皆さんありがとうございます。 YouTube 動画のことですよね。でもやっぱり放送やってない時っていうのは特に喋ってないんで、イベントがなんかない限りはあんまり見るとこないですね。あ、マクレーンか、そうそう、マクレーンだ。ありがとうございます。まだブルース・ウィリスがやってるんですかね。スリート4知らないんですが、それたら映画ほとんど知らないな今、最近の映画は。もちろんですか、やっぱり。他に誰が、なんかよく似た人が、声が似た人が。ああ、また止まってる。ホーリーって叫んでる映画ですね。ホーリーって奥さんでしたっけ。また止まってる。ああ、ダメだな、どうも GoPro は。今の状態は、ああハングってる。これはダメだ。じゃあもう5褒めると、今度はハングした方ですね。もういいや、充電だけして、もうあとは放送の動画を後で使うか。クリスマスに、そうそう、元冬木とかがやるんですか。ああ、止まってます。ダメです、こいつは。こいつはもうダメだ。
このゴープロはもうダメだ。あ、今のあのパンツァフロントでゲームのいいか。参りましたね、こりゃ。途中4、5時間目ぐらいまではちゃんと動いてたんですけどね。ゴープロどうした？ GoPro3 不安定すぎる。保証期間内ですよね。保証期間内です。新品 GoPro 買い上げありがとうございました。あ、ですか、これいかん。そもそもそんな5時間も6時間もぶっ続けて使うものじゃないのかもしれないですけど、熱は全然持ってない感じです。第40くらいに発信しました。参った参った。そういうヨドバシに言わなきゃいけない、めんどくさい。症状説明するのがめんどくさい。そんな再現するもんでもないし。流して購入して、まだ1ヶ月経ってないですね。トスタイムシフト、いや画面見せてるわけじゃないですからね。一応デジカメである程度入販売元、いやヨドバシの間に挟んだ方が交渉は楽だと思います。多分、いやこの放送見せてもダメだダメだ言ってるだけで、症状の細かいところは画面見せてないと分かんないですよね。Z さんは何の話？ん、秋葉の、いや、あの通販のヨドバシです。ヨドバシ店員がリスナーになる。ラーメン屋さん今食ったらうまいだろうな。でも夕飯がこの後待ってるので、あっちの山は峰岡林道の方かな。冷たくなって、あの時ラーメンを食べていれば。あれなんて書いてあるの、大仙せんべいか。野菜たっぷりちゃんぽんですね、リンガーの。夕方は魚三昧。後悔しますか。そう、楽しみです。鶏ささみ梅、鶏ささみ、この後事故るフラグ立てないでよ。事故るフラグ、うん、民宿ですね。さっきのロボさん見て昼ちゃんぽんにしました、うん、あ、昼ちゃんぽん、ちゃんぽんうまいですよね。結構画質安定している。あ、安定してきましたかね。ようやく、まあさすがにこの辺りまで来れば電波大丈夫でしょう。あとこの辺りのバス細長いのが多い。メイン400アリンガーで、秘密も鴨川もあの細長いバスいっぱい採用してますね。サンタの多分してないと思うな。豪華料理はどれのことですかね。ライダーハウスとして泊まったとこもすごかったし、今年は特別料理がすごいとこってあとどこあったかな。でも私はあの4000円台で2食付きだった、あそこはファミリー民宿若松さんだったかな、あの飯田市の、ああいうところの夕食も好きなんですよね。帰りにケーキ買って帰ろう。ケーキか。宿の方。サンタの、ああ、セブンの。ああ、ライダーハウスだったらあれか。あれ馬刺し屋出てきたっけ、あそこの某旅館は。某ライダーハウスとして利用させていただいてしまった旅館さんは、脇に
まあちゃんと恥によって GoPro 売ってないと思う。クリスマス明日も配信するつもりですが、あーでも明日本当配信やめようかと思ってはいるんですよね。あのクリスマスクリスマスうるさい。あのクリスマス24日に一人で放送とかしてると絶対言われるだろうから、もううっとしくうっとしくて、だからあの GoPro の録画だけして帰ろうかなとか思ったんですけどね。なんか最近その人をいろんな簡単な価値観で人を判断してる人を見るのがやたらムカついて。季節ネタか。なんかその人をバカにするネタを常に探してる人って絶対いますからね。っていうか人をバカにし続けないと生きていけない人とかもいるし、そういう人はもう意味ない。あ、NG ワードいいな。やってみよう。試してみよう。ただし回避はいくらでもできますけどね。行うの、そう行うの。クリスマス。最近はそうなんかあのそれあのなんていうのかな。これこれやってない人とかこれこれやってる人はもう世間的にあのバカにしていいっていう風潮がありますよ。なんかでそういうのをなんかもう何にも考えずにあの人を判断するのでそれ使って信じ込んでる人がいるのがなんかムカつく。一人ですか。1日歌う声優三昧かな。とんかつか。愚痴。皆社会、うん、なんかその、うん、いる人いますからね、本当に。人をバカにするか、自慢するかしかできない人とかいますからね。今日もなんか、まあでもあれはそうでもないかな。今朝列車の中で、なんか中学生なんかあのテニスの練習に行くらしきジャージ姿の中学女子中学生3人をのたいあの対面に座ったおじいさんがなんか自分が元気だあの元気に見えるだろうとかあと何々した方がいいみたいなことをずっと言い続けてたのが旗から聞いててイライラしてたんですよね。でもまあ年取ってくるとどうしてもそういう話というか自慢話ばっかりっていうのはまあそういう人も見てきたんで年取るとしょうがないのかな。自分がイライラしてるのも年のせいだったらどうしよう。うん、そう年取ってしまうとみんなそうじゃないんですけどそういう人がどうも増えるような気がする。あ、でもそれも私もなんか簡単な価値観で人を判断しようとしてるのかもしれないな。いや、老害というわけではなくて、42回、ああ、いい、うん、うん、スルースキルですよね。まあ自分がやれたんだったらスルー、ああいやなんかそれも人のためだったら自分が怒っていいみたいな感じになるから良くないな。それこそ余計の世話だな。あがし？偏屈かな。偏屈って表現かな。結婚どうかな。結婚諦めてるかどうかは私にもまだわからない。っていうのはもうダメってことだよな。結末は未だ見えない、うん、他人のそうですね。若い嫁、うん、縁、うん、そうだと思うんですよね。そうだと思い込んでるんだけどな。戦国の鴨川県、あ、ラグラン祭り、ラグラン、
さっきもなんかそのキーワードだったな、ラグラン。婚活ですか。あ、鴨川駅で、その先にもうちょっと南下します。あと5キロぐらいかな、鴨川から。20代、半分か。夕方、確かにそうですね。確かに夕方頃に結婚の話してることが多い気がする。なんで、なんでだ。LINE やってないです。同じこと、全く同じこと聞かれたの、さっきも。 LINE ってスカイプみたいなもんですかっていうのも確か聞いたな。私がそう聞いたんですけどね。黄昏か。黄昏はやっぱり宿は、あの、小原荘です。小原荘諦めてる。そうなんですか。同じ人間。ツール、そうなんですか。もうすぐ鴨川駅ですね。阿波鴨川駅。阿波鴨川と書いて阿波鴨川。ラグラン。餅のアニメは何だったっけ。餅はなんか玉なんとかっていう、玉なんとか。寒さはですね、海沿い降りてきたらそうでもないかな。偽鴨川。上の、玉ゆら。玉子マーケット、多分それだ。玉子マーケット。玉子マ。もちろんアニメと聞いて、とりあえず見てみます。年末ですよ。年末、年末ですね。すぐそこマクドナルド、交差点を直進し左折してください。どっちなんだ、直進と左折の。鴨川鍋、鴨川鍋。イベントありがとうございます。世界餅選手権、餅サミットじゃなくて、民宿の原省。 ロシア系ですかそれ。でも原省っていうのは、あの、原っぱの原に何とか層の層と書いて、もう原省と読みますよね。いや、そういうことはいいや。原省。スパシーボーはありがとうだっけ。鴨川結構大きな駅ですね。スパシーボー、スパシーバかな。今は私が何か覚えたことは、スパシーボと言ってたような。鴨川ですね。ピロシキ、あれは挨拶じゃないよな。民宿原省が原省に聞こえた。嘘ですね。溝行きます。ちょっとこの駅の右側抜けて行くつもりです。あそこのエネオスの右側、よく見たら自転車専用あるな。まあでもこれ直進まずしてしまってから。クリスマス一人で必死ですね。クリスマス、なんすか、またクリスマスネタですか。ストラーストリーチェ。なんとかストリーチェ。確か前鴨川にも別の民宿泊まったことあったよな。だいぶ昔に友達と来た時に。どこだったっけ。確かですね、お風呂が、別棟にあるお風呂が、あの、パイプが全部みんな共通なもんで、隣の人がじゃ、あの、シャワー使い始めると半分の、あの、水流になるっていう。やたらそれが印象に残ってる宿があります。あれどこだったかな。鴨川だったと思うんだけどな。キクラ。何の話をしてるんだろう。おいら、宇宙人はいると思いますよ、どっかに。この宇宙のどっかには。この地球人だ、地球の人間だけがなんかここまで進化したなんて考えるのはおかしすぎる。海鮮料理のはずです。仁右衛門島って確かちょっと沖合にあるやつでしたよね。あれ行けるんだっけ。
明日はですね、明日は南下して、それ昔いたところなんですけど、チクラ林道ってとこ行こうかなと思ってます。今回どうせ林道三昧で来てるから、そう、海鮮料理、あそこが阿波鴨川駅ですね。あれ止まってるのは内房線かな。ちょっとあの激極駐車場の中に少しだけ入らせてもらって、いや、スラッシュは私に気遣ってくれてるわけですよね。スラッシュ使ってるってことは。おお。森山充。あれは、沸かしようか。ん？あ、宇宙なんてなんて。よ。うん。内房線鈍行が2両と、真ん中のやつがあれ特急ですかね。うん、カメラ頭につけてます。旗から見たら変な格好に見えるかもしれませんが、本場アメリカではって、本場も何もないか。アメリカとかの方だと、もう、こういうのつけてスポーツやってる人はもう常識ですよ。GoPro も動いてないです。さっきもう諦めました。こいつはもう使えんと思って。最初数時間使えるのがまた不思議なんですよ。先週もそうだった。GoPro ってアメリカだったっけ？イギリスだったっけ？宇宙人ポール？映画ですか？どんなんだ一体？よっと、まで。X ゲーム。そう、でもそういうのやってる人たちですよね。GoPro よく使ってるのは。本場。うん、熱落ちっていう温度でもないんですよ、全然。だから理由がわからない。リンネのラグラン、あ、それが鴨川のアニメってやつかな。ですね、これだと見えるかな、ほら。高校、高校が舞台なのか。見えますかね、ヒーロー3。今充電中で赤く光ってます。どこから来たのは、今日は君津からスタートしました。普通ですか。ひどいそう。これはですね、影が映るとよく言われるんですよ。殿様殿様って、なんだっけ、あのあれ二ちゃんのキャラのあれ、なんだっけなあいつは。まだ、あ、目立つ。まあピストル大名っぽくもありますね。発信者。やるおじゃなくて、あ、そうそう、オプーナ、そうそう。オプーナだ。動作、うん、あ、外すの結構面倒なんですよ。これしばらく放置しておくと使えるみたいなんで、もしかしたら充電、あの、バッテリー残量が、極端に減るとおかしくなるのかもしれないですね。外部から給電し続けてるのにな。撮影と給電同時にできないなんていう制限聞いてないよ。頭、ですね、今あのケース、ハウジングなしで使ってるんで軽くなってます。よし、来た。転送速度は、うん、上がってない。上がってきた。下がった。そう、私もさっきあの突然終わったんで油断してました。まあ油断してようとしてまいと変わらないんですけどね。さて、この枠で着くかな。多分あと5キロぐらいだと思うんですよ、太見まで。ロボさん、今日の宿はどのように？今日の宿はあの民宿です。1泊2食6500円の割と標準的な感じの去年近くのライダーハウスに泊まった時に風呂に入りに来た民宿お、いらっしゃい。今これ鴨川の市街地ですね。音がない、なんでだった。天気いいですね。これか。
いや、抜けてない。あ、来てます。メッシ配信はちょっとわかんないです。音大丈夫ですかね。ではない人は多分クライアント側の問題かと思うので。あ、大丈夫ですね。うん。あー、GoPro が残念だ。どっか内部で外側に出てこないぐらいの内側の方で極端に熱が上がってんのかな。音大丈夫です。あ、大丈夫ですね。もう式読みミュートしてたね。うん、ミュートしてた。聞こえるか。パームツリーがあるって海沿いの街って感じですね。パームツリー、え、今ありました。あ、本当だ。そこに出よう。GoPro GPS ログ、そうですね。GPS ログも結構テンション下がるんですけどね。なんでか場所が特定できなくなるのが悔しい。海沿い出ました。おお。良さげな。ありがとうございます。単純に私の趣味を人に見せてるだけなんですけどね。放送のために自転車旅行してるんじゃなくて、自転車旅行を見せるために放送を使ってます。ん？解決、あ、GoPro ですかね。しばらく放置しておくというか、ちゃんと充電しきっていれば起きないんじゃないかな。その外部給電しててもどんどんなんか減りつけていってじわじわと。で、本当にもう残量が、電池残量がない状態で使うとおかしくなるのかもしれない。ただちょっと切り分けできないですね、こんな砂が。そうかな。タコ飛ばしてる人はいないか。タコはいないですね。鴨川の海って有名でしたっけ。シーワールドは有名だけど。それともシーワールドは本当に人気ありますよね。お、いらっしゃい。宿はあと、おそらくあと3、4キロ。もうないかな。ソニーの頭につけるにはちょっとあれ縦長すぎるんですよね。私は頭、ありがとうございます。頭につけるのがこだわりなので。これ一緒じゃないよな。暴走の、ああ、湘南は冬はそうでもないですかね。ここは黒いな。黒いっていうかあれ網だ。海産物、これからそれを味わいます。民宿で今日は民宿に、夜も朝もフルで食事頼んでるので、つまりだったら3000円なんですけどね。そう、どうせ外の店行っても迷うし。バカな、それまたえらい偏見ですね。ソニーアクションカメラ結構前出てる AS15 のことですよね。供給しよう。あー、どうだろう。確かにバッテリーはでも小さくなって、ちょっと充電時間が2時間半から、充電じゃないや、バッテリーサイズが下がって、充電また間違えた、撮影時間が2時間半から2時間に下がってるんで、消費電力はそう上がってないと思うんですよね。ちょっと予定ルートよりもだいぶ身が空いてるな。海はどの辺だろう。川があるんだ。うん、今川で、多分地図に載ってない新しい橋じゃないかな、今の。ここでサーフィンの大会やるの。サーフィン大会どうなんですかね。そういうとこだったら普段からサーフィンボード、サーフボードをつけられる加工した自転車とかがあちこちあるんじゃないかな。ん、乗り心地、自転車ですか。うん、普通。私は自転車の乗り心地の良し悪しとか全然分かってないんですよ。前アルミからチタンに乗り換えた時に、うんという感じだったんで、津波、さっき津波マークありましたね。ここは波が来るとやばいですっていう、さびれてっていうか、まあ漁港ですからね、この辺りは。鴨川高校にはサーフィン部があったような。鴨川高校、
うわっ、ちょっと危ない危ない。今右 SPD が外れなくてまたこけそうになった。うわぁ、すごいトンビの数。トンビがあっちいっぱい止まってます。アンテナにいっぱい止まってる。飛んでった。私、竹の内っていうとなんか、クロマティの方ですか。GoPro。寒いから、ちょっとこれ海沿いに来すぎたな。立ち動け。あ、黒猫だ。またあったか。右に、あ、ですね。登るか。黒猫。お、なんか毛並みいいな、この黒猫。黒猫、あと白猫、こいつはなんか手足短くて可愛いな。黒猫、やった。おっと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 、すみません。今中の人が向こう見てたような。やっと面白い。この遠いですよね。宿にもうすぐです。あと 2,3 キロ多分。ちゃんと地図見てないけど、ちょっと登ると暖かいな。アルファード、あ、さっきの車ですよね。書いてあったから分かった、アルファード。書いてないと分からない、私は車の種類は。宿は多分 2,3 キロぐらいです。鹿島アントラーズ先生がどうしたんですか。鹿島アントラーズはこの間行った鹿島のあそこだよな。鹿島アントラーズ先生、あ、今タンデムが通ったの見えました。自転車のタンデムが通りましたよ。ジャージの色からしてカップルかご夫婦だな今のは。ちっ、映らなかったですかね今。私も写真は撮れなかった、一瞬で通過したんで。あ、千葉どうでしょうね。あ、またここ通ってしまった。この錆びた怒りが置いてあるお寺さんだか神社さんだか。そう、寂しい。いや、とりあえずあのカップルとかを見ると死って言わなきゃいけないような風潮があるじゃないですか、今のニコ生文化には。この辺大洗の磯崎神社もこんな感じでしたね。血だらけ。いや、あれは多分怒りですよね。カポー。いや、なんか。三輪タンデム。へぇ。今の三輪かな、二輪っぽく見えたけど。うん、あ、何くださいって。そういや、この間その大洗にアニメの聖地巡礼みたいなことをして大洗に行った時に、でそこで見てたあの駅舎とか、あの水族館ペイントのバスとかが、あの後の放送でまたアニメ出てきましたね。あれは反応してしまった。なんかバスがあのアニメラッピングの方じゃないっていうバスだったけど、そっち側とかから出てきたっていう。ケンタッキー大洗、それであそこで、あのウォーチューさんで、そう、鴨川の話もそう行った後だったんで、ちょっと面白かったです。ガールズ&パンツァーっていう戦車アニメ、戦車っていうか、やっぱりなんか、いや、うわ、言いづらいな。
全部に、ああでも結構漏らしてますよ、取りこぼしてます。傾斜、いや、こっからですね、さっきまでそうでもなかった。ケンタッキー買収すげー、わら。最近のアニメの実在の土地を登場させるのはあざといですよね。あざとい、見たらいいですね。でもなんかあのアニメの場合はあざとさがあんまり見えなかったっていうのがなんか好評みたいですね。なんかしれっとフル CG で作った戦闘シーンのがいちいちあの地元に忠実だったっていうところが。ケンタ止まった。旅館あですかね。坂、どうなってる。 FMB 止まったかな。まだ動いてる。あ、復旧してるっぽい。戻ってますよね。10年前に、オネティというのは木崎湖でしたっけ。ツイッターで、あれ、ニコ生自転車部関係というのか、ブルベ関係というのか、キャノンボール関係というのか、その人たちの中でその木崎湖がどうという話よく出てきますね。ですよね、確か。それのことですよね。確かそのアニメの中身は知らないけど、あれストパンっていうのが、あの、戦車アニメと同じ監督の、でしたっけ。あ、そうだ、ストパンってあれか。あの、タイトルは、タイトルの役になってないっていうストパンですよね。あれはなんか、あの、パンツパンツすぎて、ちょっととてもじゃないけど、恥ずかしくて見られませんでした。ラグすげえな。ラグは、そうか、FMLE だからな。今、あやっとは、どこだっけ、もうちょい先のあそこか。まで、まだ3キロぐらいあるな。リアリティの、リアリティのケーキ、あ、ですね。もうケーキ半額とかで売ってますよね、多分。15日、これは？偏在値どれだこれ？トンネル。まあいいか。国道か。まあいいや。もう暗くなるし、直行しよう。まあ今日見てきたトンネルに比べたら、すごく現代的。モダーンな感じですね。ちょいちょい旧街道。ね、あ、電波良くないですかね。よっ。自転車始めてから足太くなりましたか。太くはなってないと思います。ただ走らないでいると太くなる気がする。そうそう、パンツの、なんだっけ。ポスターみたいなのをたまに見ると、あれはちょっと、あれはちょっと、さすがにまだ乗り越えられない。いずれ乗り越えられる、乗り越えられることになると思うけど、世間のあの常識が変わってくるから、どんどん。iPhone の5にしてます。神奈川？鴨川？なんか怖そう。ここ前ライダーハウスから抜けてきたとこかな。これ右に行くと前止まったライダーハウス予定地だったところがあります。今あれあのまま放置されてしまったのかな。日本の神様の誕生日だよ。日本の神様、あれか、あれのことか、あれのことだよな。では、まもなくそうですね。あと、この枠あと残り何分ぐらいかな。おそらくこの枠内ぐらいに着くと思いますが。あれですね。あれあれ。オレンジ色の憎いトンネル。憎い。唐揚げも余裕を追ってやすい。このトンネルいいね。あ、電波良かったですか。
心霊って、でもラブすごいな。利用としてもらった方がいいですが、まあそれは自由です。七面鳥の、ああ、代わりなのか、あれは。更新したらラグ消えた。更新、うん、今電波いっぽいんで。七面鳥よりチキンの方がうまいからね。ターキー、あ、そうなんですか。普通にチキンの方がうまいのか。太見駅もうすぐですね。っていうか道間違えたけど、まあいいや、海沿い行こうと思ってたんだ。ターキーってトルコのことでしょ。ターキー、え、あれ、七面鳥の岩は英語で何でしたっけ。私も多分食っても分かんないと思うな。っていうか七面鳥食ったことはないんじゃないかな、私は。日本時にはチキンがっちに合う。日本時、あと13分。あ、じゃあ十分間に合いますね。もうほぼ着いたようなもんです。駅は日本人にはキジコが口に合う。手羽先でいい。一応駅前見ていくかな。民宿多いね。この辺りはあれですね、温泉なんですね多分。で、私が今日行くとこも温泉のはずです。温泉だったような確か。前へ止まった、前へ終わった。世界の山ちゃんの手羽先でもいい。世界の山ちゃん私2回ぐらい食いました。もう美味しいですよね。温泉マークって、お、人に民宿ご案内。手羽の方がうまい。温泉マーク。七面鳥っていうキャラいましたっけ。私七面鳥は食ったことないかもしれない。予約してるよね。うん、予約してます今日は。これなんか塗り直したって感じでいいですね。駅舎自体は昔のものっぽい。太見駅です。うん、今日泊まるとこ多分温泉です。確か温泉だったと思う。南国かな。あ、これか。太見駅、これ多分ペイントしましただけですよね。あの入り口の戸に隙間ができてるのもいいな。太見駅一本でも妊娠みたい。ここは何時まで友人駅なんだ。あ、窓口営業時間7時20分から14時20分。朝の通勤時だけなんですね。朝から昼過ぎまで。で、今は無人駅なんだ。で、あそこ通過ありますね。こういう駅車好きだな。うん、私も結構好きですね。で、この戸を開ける音が。あ、意外と滑らか。ちゃんと整備してあるな。七面鳥。バイト、あの、地元の人に委託っていうところもありますけど、この感じは、正社員じゃないのかな。手でいいですよね。お風呂場、まあ多分やりますけどね。先生、そんなにいたっけ。てか私、うるせえ奴らはあんまりよく見てなかったな。木造だと思います。千葉、東京にはあるんでしたっけ。ん、あ、スイカ使います。スイカだけしか。ん、あ、おばあちゃん。そう、太海と書いて太海。20年前、観光地っていうのは結構流行り下りありますからね。ロボさん、ギャバンとか見てたんですか。うん、ギャバンは確か見てたと思うんだけどよく覚えてない。東京かな。再放送だったかもしれない。引っかかると思った。引っかかる。雰囲気ある駅だな。うん、いいですよね、ああいう駅。ここは外房線になるのかな。どっからが外房で、どっからが内房か分からない。途中なんか内陸側のどっちつかずってとこありますよね。天戸内房線。あった、小原荘の看板。猫駅町はどこだっけ。元祖猫駅町のとこどこだったっけ。確か前行ったとこの近くだったと思うんだけどな、猫駅町のところ。味噌丼、味噌丼。太見湯本温泉、小原荘ですね。で、こっちに左折して、左折していくと見せかけて、またすぐここで曲がる。そしたら、ここは小原荘さん。でもって、あ、城西。今回また違う自転車があるな。
阿波鴨川から内房線外房線です。これはご主人のやつかな。あ、これご主人のやつだ多分。南房、南房総、鴨川、太見ってあのフレームに書いてあるから多分これご主人のだ。前見てないな。これはつきました。ルイガノです。到着。到着。あれに乗り換えよう。乗り換えよう。クロスバイクですね。いや、御用達ってわけでもないとは思うんですけど、ご主人結構自転車乗ってるって聞いてたんですよ、1年前来た時に。ここに来たきっかけはあのライダーハウスで聞いたのだったかな。あの温泉、あの日帰り温泉やってるっていうので、しかも結構安かったと。本当だ。バイクもあるね。バイクもありますね。あれは袖ヶ浦って書いてあるな。じゃあ今日の配信は以上で終わります。ここに泊まります。で、夕食までちょっと時間あるな。まあ、先に風呂入って、あの、コアラのマーチでもかじりながらゆっくりしてようと思います。っていうか、人眠りしそうだな。じゃあ、ありがとうございました。ちょっと待った。やっぱりまた配信停止ボタン押せない。ちょっとリロードしてから。ん？何じゃないのって。ちょっとコメントしばらく止まります。皆さんの自転車。ほんとびっくりしたな、あれ前。ちょっとお待ちください。到着です。宿配信は夕食はできるかどうかわかんないです。で、部屋配信は多分やります。で、スタートボタンを押して、で、今度こそよし。じゃあ、ありがとうございました。すいません、いつまでもおつおつ言わして。じゃあまた。うん、好きだと思います確か。じゃあ